6月の祭りって随分早いよな。ほら、盆踊りってだいたい8月ぐらいじゃないか。刀流しはいわゆる夏祭りとはちょっと違いますからね。へえ。お、若いの手伝いに来てくれたのかい。男ではいくらあっても足りないからな。大歓迎だぞ。え、いや、俺は。さすがケイちゃん、自ら進んで村のために奉仕するとは男だね。いや、ずいぶん盛り上がってますね。おやおや、嫌われたものです。大石さん、警備の下見ですか。そんなところです。さすがに5年目ですからね。5年目。雛見沢連続開始事件。おや、ご存知でしたか。これには私どもも頭が痛くて。どうして綿流しの日にばかり事件が起きるのか。お待たせしましたのです。あ、遅いよ二人とも。みー、ごめんなさいなのです。どうかなさいましたの。それじゃあ大石さん、お仕事の方頑張ってくださいね。そうするとしましょう。何かあったんですの。ううん、何でもないよ。